吉谷の流儀222条ですね。今回は動物扱いする、動物扱いするですね。これアドラーの心理学で、子育てだったかな、なんか子供を育てる時に人間扱いするのですみたいなね、人間扱いするのですみたいな、なんかそういうね、章があるんですけど、僕はねアドラー心理学 3.0 なんでまあ、アドラーのね、嫌われる勇気ね、もうほんと100回以上聞いてるんですけど僕はね、動物扱いしろと。これどういうことかっていうと、主観的に見る、客観的に見る上で動物扱いしてみるっていうのは、一個上のフレームだと僕は思ってて、人間として見ない。要は、動物として見る。っていうのが、すごくいい。まあ、僕の流儀なんでね。僕はそうしてるっていう。そう、なんか客観的に見る上で人間として見ると、人間の情っていうのがあるじゃないですか。情が入るんで動物扱いすると。で、動物、例えば時代を遡って下に行ってね、狩りをしてた時代ってあるじゃないですか。で、動物を飼ってそして焼いて食べるとか、まあその狩りしてた時ありますよね。まあ今も狩りしてるところあると思うんですけど、じゃあ狩りする上で何大事ですかって話で、動物の習性を知らないと負けますよね。どうすかね。この動物はこういう習性があって、で、こういう動きをする。だから、こういう網を張るとかね。だからこれ、例えば、サンマとか、お魚さんとかもそうだと思うんですけど、この魚はこの時期にこういう大陸を動く。だからここに網を仕掛ける。だから取れるわけじゃないですか。だからその魚の習性を、その魚の種類の習性を知らないと捕獲できないですよね。まあ動物も一緒だと思うんですけど。だからまあ、僕はね、ビジネスをしている上で、その、誰が買うのかっていうと、まあ人間、まあ動物が買うわけですよ。じゃあその動物の習性を知ることによって、なんだ、枯れますよね。まあ、売れるってことですよね。わかります。で、あとは自分も動物だと思ってるんで、人間という動物の習性、動物はどういう習性があるのか、どういう習慣があるのか、どういうふうに行動するのか、その行動のロジックは、人間という動物の行動のロジックはどうなのか、その悩みはどういうロジックなのかっていうところを分析して客観的に見ることによって、人間という動物は悩みっていうのは勝手に自分で悩んで悩みを増幅してんだなとか、なんかその仕組みですよね、構造ですよね。それを理解すると、その、なんだろうな、対処法、処方箋だったり対処方法を編み出せるわけですよ。だけどこれ人間だもので終わらしちゃうと、人間だからしょうがないよねみたいなね、相田みつは人間だものね。だからまあこれも、なんだろうな、僕からすると、僕もブログ書いてるんで たまに間3つを使うんですけど、人間という動物にアプローチするときに人間味っぽくアプローチすることによって共感を得るとかね。だから間3つはなんだ、人間という動物に対して人間が共感する言葉メッセージを投げかけるみたいな。わかります？ちょっとレベル高いかな。だからそのなんか全てを客観的に見る上で、なんか違う生き物として見ることによって、違う視点で見れる。そう。だからこれ違う視点で見る上での動物という当て込みですね。だからこれがいいと思います。まあ、はっきり言って、僕からすると、人間と牛さんの違いって何が違うのかっていうと、ただ脳があるかないかじゃないですか。僕からすると、形が違うとかね。脳が、だってやってること変わんなくないですか？馬の交尾とか、牛の交尾とかすごいですよね。なんかニョキーって出てくるじゃないですか。人間も大したら変わんないですよね、やってること。交尾で。どうすか？馬とかすごいですよね。なんか保健体育で見ましたけど、ブワーンみたいにいきなり出てくるみたいな。すげえな、みたいな。でもやってること変わんないくないですか？交尾とか。大したら変わんないですよ。なんか違いがあるかっていうと、本当ね、形が違うのと脳がちょっと発達してるぐらいで、
大差変わんないですよ。うん。だから発情期になったら交尾したくなるっていう動物の習性があって、人間もそうじゃないですか。人間もじゃあちっちゃい頃発情してましたって話で、思春期になってからですよね、発情するのって。これも構造じゃないですか。生まれた瞬間発情してないですよね。どうですか。これも構造ですよね。うん、なんかそういうその、まあ僕はいろんなお客さんの対応してるので、人間として見ると、情が入ったりとか、なんかその自分のマインドもいかれたりとかするので、だからまあ自分を保つ上で常に360度客観的に見るっていうことが、まあ僕にとっては必要です。じゃないとアドバイスできないし、いやそこダメですよって言えないし、うん、だからそれ大事ですね。発信していく、商品売っていく上で、このなんだ考え方で、僕のコンサル生で一番稼いだ子が1億円ぐらい稼いだんですよね。でランボルギーニも買って乗せてもらいましたけど、いやそのね、やっぱね、まあ当時大学生だったんですけど、その子はね、いやその子はね、やっぱね、切れてましたね、うん、やっぱ1億円レベルですから、ランボルギーニ買っちゃいましたからね。うん、やっぱその子が言ってたのが、吉谷さん分かりましたと。これは情報ビジネスっていうのは保育園の園長ですねみたいな。あ、じゃあなんだ、なんだなんだっけな、なんだ、情報ビジネスっていうのは、動物園の園長ですねと。動物園の園長ですねと。だからそのいろんな動物がいて、その動物にどういう餌をあげるのかによって喜ぶ喜ばないみたいな。でも園長さんって大変ですねみたいな。こいつは的を得てるなみたいなね。こいつはなかなか的を得てるぞと。で僕はなんだろうな、そのそれはもう、15年やっていく中で、まあいろんな勉強もしていく中で、まあそれは気づいてて、最終的に行き着いた答えが、結局じゃあ自分は何で飯食ってんのかって話で、その動物への園長をすることによって、動物のなんだ、世話をすることによって飯を食わせてもらっている。うん。だから、向き合わない。その動物としっかり向き合わないといけないな。チンパンジーさんと向き合う。キリンさんと向き合う。ゾウさんと向き合う。これが大事だなっていう答えに行き着きましたね。客観的に見るんだけど、お金の出所は動物なんで、その動物と、動物の習性を理解して、寄り添って、勇気づけしたりとか、なんや、応援したりとか、時には叱ったりとかね、そう、ご飯まだだよみたいなね、ご飯まだ待てみたいなね、やったりとかね、なんかそういうことをやらないといけないんだなっていう答えが僕の中で出ましたけど、うん、お金の出所はどこなのか、動物です。そう、人間という動物。うん。そう。なんでまあ、これからも動物さんと僕は向き合っていきます。そして自分という動物に対しても向き合っていくってことですね。うん。自分も動物なんで、自分も弱いところあるし、自分の習性っていうのもあるし、うん。だから自分の習性を、より理解して、じゃあそこに対して処方箋、対処法をしていくっていうことですね。だから僕はその動物言うならば怠け者。怠け者っていう動物ありますよね。多分僕怠け者なんですよ。まあ、傍から見たら怠け者だと思わないと思うんですよね。こんだけ動画アップしてるんで。でも僕は怠け者っていう習性を、自分が怠け者っていう動物っていうことを理解してるので、怠け者がどうしたら行動できるのかっていう処方箋を貼ってるわけですよ。だからできるだけであって、実はね。うん。だからそのブログも毎日更新し、できたのも、ブログ毎日やりますよっていうふうにただ言って環境を作ってるだけなんですよ。で、あとはまあ、その環境を作って習慣化になれば、あとは別に習慣になってるわけですから。ただ習慣になったとしても、怠けるんだよね、人は。人は怠けるんで、まあ動物さんは怠け者なんでね、怠けるんで、常にその処方箋張っていく。常に追い込んでいくための環境を作っていく。やらざるを得ない状況を作っていくっていうことをやってます。うん。だから自分はどういう動物なのかっていうのも理解すると、自分に対しての処方箋張れますし。うん。これ結構大事ですね。うん。まあアドラーは人間として見ると、なんか、
子供扱いするんじゃなくて人間扱いしろって、これ面白いなと思ってね。子供扱いするんじゃなくて人間扱いするんですっていう、だから物事を客観的に主観的にこう見ていく上で本当大事な考え方だなと思います。なんか冷たいように感じますけれども、フラットに見ていかないといけないんで、常に物事を、もちろん人間は感情あるんですけども、フラットで見ていくっていうことは大事ですね。まあ状況を冷静に判断していかなければいけない、そしてそこに対して対応していかないといけない。でもそれが感情で、決断してしまったりとか、感情に流されてしまったりしたら対処できないんで、はい、ということで終わりたいと思います。ありがとうございます。